いたわ。奴を追えばまっすぐたどり着ける。重武装ね。まずは移動式スキャンユニットを無力化しないと。別の道を探すわ。分かれて接近できれば有利になるはずよ。最悪の場合は生物兵器を優先して。使わせたらダメ。奴らの好きにはさせないさ。
爆薬をセット。あと少しで入り口に着くわ。2つ目の爆薬を設置。準備完了だ。入り口で合流するわよ。すぐに向かう。先導するわ。後方警戒して。そんな、生物兵器がないわ。タイランが持ち出したのね。ここよ、これを通り抜けられるはずだわ。扉を開けるのを手伝って。あの列車を使えば、あれに乗れば奴の後を追えるはず。プラットフォームを制圧して、私は列車を。プラットフォームは片付いた。列車はどこだ？運行制御を終えるところよ。
いい？ピサリに選択肢はなかった。だからシンクレアに退却するよう伝えて。聞くわけないさ。やるのよ。ベクターを失いたくないなら。局長、聞こえますか？どうぞ。これが聞こえていたら、すぐ退却してください。スタールが待ち構えている。こちらが来るのを知ってます。聞こえますか？応答してください。局長。ダメだ。祈るしかないわね。やったり、カットはない。
司令室に向かわないと。敵のシステムをハッキングすれば生物兵器の位置を特定できるかもしれない。だがこれはベクタが経験することの始まりにすぎ、この戦いの勝利は我々の。司令室に着いた。入り口をハッキングするわ。少し待って、あと少しで行けるわ。また仕掛けてくるわ。残弾を確認して。来るわよ。入り口のドアをハッキングして侵入を防ぐ。足止めできるか。弾を向けるだけ待って。まだ終わってないわ。くそ、もうすぐ終わるわ。あと少しだけ敵を食い止めて。
ーキング完了。侵入したわ。敵の無線を傍受したわ。何か聞こえる。タイランがこっちに向かってる。待ち伏せするわよ。止める方法は言って。ジンヘルガーンはただのまやかしだ。臆病な裏切り者の。ふざけるな。兵器は。だが夢が消え去ったらどうなる。この信仰が破滅の序曲だ。それはどうかしら。局長、聞こえますか？どうぞ。聞こえている。局長なら撤退してください。この戦いは勝てない。遅かったわ。あの女はいるのか。そういうことなんだな。軍人としての信念をなくしたか。だが私は違う。最後まで聞いてください。スタールにはあの兵器がある。今から奴を見つけて止めます。罠にはまってはダメだ。サイは投げられた。局長、よく言ったわ。スタールを探そう。奴を止める。止められるのはスタールだけよ。行くわよ。奴らのシップを使うわ。Thank you.
お互いつまはじきね。最悪だけど初めて共通点ができたわ。大丈夫か？エコー、聞こえるか？
ヘクタ人の艦隊がヘルガン星に向かっているのが確認されました。ヘクタ星は我らが見たりして一切不利です。私を殺す確固たる決意が感じられる。私には分かる。お前は故郷を守りたいのだな。氷山に値する。お前の種族に欠けている素晴らしいものをお前は持っている。ベクタ人は利己的だ。自分の利益しか考えていない。ベクタ人同士でも心の底では憎しみ合っている。相手より利益を得ようとしてな。お前たちの心に愛はない。強欲さだけだ。
この欠点があるからこそ我々のように耐え忍ぶことができないのだ。我々はお前たちよりもずっと強いものを持っている。それは信念だ。決して揺るがない信念。お前たちが何をしようともな、ここで私を殺しても何も変わらないぞ。結末が来るのを遅らせるだけだ。純粋に生物学的な問題だよ。お前は間違った側に生まれたのだ、エージェント。私が死んでも必ず意志を継ぐ者が現れる。最後には我々が勝つのだ。テラサイドが起きたのは必然だ。弱者は死に耐える。我々が生き延びたのも運命だ。今度はお前が同じ運命に苦しむ番だ。歴史が望んでいる。ヘルガストはこれ以上メクサの陰で生きることはできない。パルサーから地上部隊へ。兵器を発見。お前を誤解していたようだ。ヘルガストのクズどもが全てを奪っていったあの時からお前のことだけは信じられると思っていた。それが裏切られるとは。新ヘルガーンが存在し続ける限り脅威も続く。そう言ってきた。ようやくその脅威を取り除けるよ。永遠に。いつもお前を守ろうとしてきた。結局守れなかったな。